はいどうも、こんにちは、こんばんは。ゲーミング PC が欲しい人は高評価。どうも、小栗旬です。いや、ゼビさん、ゼビさん。はい、どうも、小栗旬です。いや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 。小栗旬です、どうも。いや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 。え？いや、まあ、いや、おかしいな。俺僕、小栗旬だったはずなんだけどな。まあまあまあ。で、君は誰なんですか？僕は。ああ、やばいやばい、心が叫びたがってる。それが恋とし、ちょっとごめんね、ちょっとな、心が叫びたがっちゃっててさ、歌っちゃったんだけどさ、ちょっと、うん、で、君は誰なんですか、結局。いや、僕、あーやばい、心が、あやばい、それが恋、はい、ということでね、まあ、右にいるのは、まあ、アインシュタインのね、稲田さんということで、まあ、やっていきましょう。ということで、第4回目くらい、タイマン負けたら、ゲーミング PC、イェイ。まあ、今回はなんですけど、横にいるね、このストーカーの方と、このストーカーの方と対マンをして、先にね、3回勝った方が勝ちで、勝ったら僕がね、ゲーミング PC を買わない。負けたら僕がゲーミング PC を買うっていうね、企画をやっていきます。はい、まあ正直僕は欲しいんでね、勝っても負けても正直どっちでもいいんですけど、まあでもお金はできるだけ使わない方がいいということで、まあやっていきましょう。ということでね、タッピーさん、意気込みをお願いします、はい、カットしないでくださいね。あ、カット絶対しない、本当にもう誓うから、うん、絶対しない、うん、まあ、よし、ということでね、このマップめっちゃかっこいいから、本当に、あ、うん、このマップマジでかっこいいマップだから。なるほど、ほら、ごめん、本当にかっこいいマップ用意しちゃった。よし、ちょっと一旦練習でやるか。どうする、武器は。ちょっと体の色変えないと。何色にするの、君のセンスが。金ですね。それ金じゃないよ、黄色って言うんだよ。金っすよ。いや、黄色だよ。ちょっとね、こういう式のやり方わかんないんだけど、これどうやってやんのこれ。あ、こうか。あ、これ階段、何これ。あ、この階段あれなんだ、フェイクなんだ。フェイク。あ、初めて知った。え、だから、え、こ、え、どうやって始めるのこれ。はい。あ、そういうことか。できる。あ、オッケー、オッケー。やばい、タイマンなんて1億年ぶりぐらいだわ。私初心者。あー、やばい、初心者。で、初心者いじめないで。私、フォートナイト女子よ。え、それはやばい。フォートナイト女子パワー。皆さん、勝てないときは、フォートナイト女子っていう単語使えば、みんな弱くなるんで、皆さん覚えておいてくださいね。これテストでは。いくよ、ここから本番ね。いくよ。はいはいはい。何回勝てばいいんじゃない。待て。いくよ。はい。もう買えべが置けなかった。あー、フォートナイト女子だわ。危ない。一旦逃げる。やばい、当たんないマジ。まあ。よし、勝つぞ。勝つるぞこれ。正直買うのめんどくさいからさ、勝ちたいんだよ。買うさっき買いたいって、まあどっちでも言ってたけど、どうせなら買いたくないんだよ、めんどくさいからねえ。いや、今の当たんないのはちょっとこれ、どこだろう。ダメだわ。バッ、あれ、どこ、あ、こっちか。本当に当たんないな。よし、閉じ込めた。捕獲HOKUK 捕獲。あもう、何だこのクソゲーは。よし、まあ、やっぱりな、あれだから、エンターテインメントね、今の。よし、2回目。あれだから、エンターテインメント の神様って呼ばれてたことあったからさ。知ってた？いや、知らないけどね。あー、まあ、時代遅れ。
え、どこ行った？え、どこ落ちました、ね、やばい、そうやって、そんでなんか油断させる作戦だろ、お前。分かってるぞ、それは。お前もあれだろ、エンターテインメントの、塊だろ、お前。なんか知ってる？よし !HOKU! 捕獲なんだっけ。ああ、うまい。さすが。ちょっと、ちょっと待って、タピさん。ちょっと次の一回動画のこと考えて。わかった。よし。さあね、ということで。ちょっとね、まあやっぱりね、今のはまああれだったから、タピさんよろしくね、行くよ。はい、よっしゃ、次これで負けたら僕は負けです。よしよし、勝てる。待って、やばい。よしほんとにやばい。プロバーン、あーやばい、撃てんな、溜まってる、バカバーン、あーもうなんで当たんないの、このクソショットガン。中華製だろ、お前から。ほんとに気持ち悪い。ちょっともうな、よし、OK? よしよっしゃー、勝った。よし、危ない。まあ、あれだな。ちょっとタッピーさん、尺足りない。お願い。さあ、僕待って、これで負けたらやばいけど、ちょっと待って、今何、タッピーさん2回で僕1回だよね。そうだよね。僕が1回で、タッピーさん2回勝ってるから、ちょっと、僕これで負けたら終わりなんだよね、ちょっと。だから、ここで負けたらもうやばい、ほんとに。よし。待って。いいぞ。よっしゃー、そんな当たるわけねえだろ、バーカ。めっちゃ言うじゃん。さあ、屋根のプロっすよ、私。はい、それも見切ってた。はい、そこで打ってくるのも見切ってた。あ、やばい、やめろ。あ、はい、いや、なんで屋根置けてないんだよ、本当に。お主、やるの。屋根のプロから屋根奪う。なんでお前やるの。お前、やばい。よし、シリルあった、オッケー。よっしゃー、ありがとう、タッピーさん。よし、これでね、まあ、2-2ということで、まあ、次の一戦でね、まあ、パソコンが決まるということで、僕の運命決まるぜ、ちょっと。よし。いろんな意味で勝ったわ。よし、これで決まるぜ。あー、もう、この、お前、まさかあれか、床の神様か。やばい、積みすぎじゃないですか、それ。ちょっと、ああ、あれ、ブリフさん、ちょっとビビってる説あるな、これ。そりゃそうだ、バッパ。だってさっきまではさ、ね、さっきまではやらせしてきたじゃん、ね、やばい、やらせしてきたんだけど、もうこれはガチじゃん、結構。え、皆さん、視聴者の皆さん、これはマジ本当にガチやってます、本当に。これに関しては結構ガチガチにやってます、本当に。ちょっと鉄に先に変えちゃうぐらいガチでやってます。鉄のように硬いです、僕。変な意味じゃないですよ。いやー、でそんな変な意味とか、あ、パソコンいらん。いや、気持ち悪い、ついてくんな。そう、やっぱこいつストーカーだわ。一生追い回してる。危ない。よしよし、入れた。ちょっと危ない危ない、建築できない、建築じゃない、編集できない。オッケー。あー、オーマイグネス、オーマイグネス、危ない。オッケー。やばい、レンガ買っちゃった。ふっ、ローリングサンダー。ダサい。よし。あー、おー、ダッパッ。いいよ。もうこれ勝ったんじゃない？わかんないけど。自分も体力ないけど。あ、待って、やばい。危ない。レンガナイス。あー。あー。
とうございます。いやまあさ、正直欲しかったからいいんだけどさ、ちょっとでもさ、でもなんか動画的にちょっとなんか、ああそれはなんかあの、あーいややばいみたいな、なんかあいらんわみたいなリアクションするから、今日はい、はい、あーもう、もういらんのにあーもう、そう、そうだよな、わかった、もう、いらん、いらんのに、あーもう、正直欲しいけど。ああやばい、37万4624円。マジやば、でプラスあれだよ、プラスアマゾンの28000円、やばいです。